別れた旦那が自分の親を私の実家の前に置いて消息不明なんだけど、警察には届けたけど疲れた。私はその時実家にいたわけじゃないので母親からの伝聞になるけど、昨日の4時ごろインターホンが鳴ったので返事をしても返事がないので、窓から外を見ると車椅子に乗った人がいるのが見えたから外に出てみると義母だった。膝の上に仕事が見つかるまで預かってくださいって私宛の手紙があった。すぐに私のところに連絡があったのですが、私の家から実家までは2時間ほどのところなので、速攻で警察に連絡を入れさせて、事情の説明に警察に行って、警察から元旦那の兄弟に連絡を取ってもらって、旦那に連絡を取るように伝えてもらったのですが、連絡がつかなかったんです。結局、旦那の兄が義母を引き取りに来たのですが、これまた遠方からだったので、結局、日付が変わるまで時間がかかってしまいました。結局、その後2時間ほど、旦那兄と話をしたのですが、義父の他界後、私と離婚してから亡くなったそうです。兄の家に同居していた義母を勝手に連れて行って、義母の預金を全部引き出して、私の実家の前に義母を置いて逃げたみたい。兄には謝られたけど、本当に迷惑だからいい加減にしてくれと言って帰ってもらいました。ちなみに、私は旦那の不倫を理由に離婚を申し出たらぶん殴られて離婚しました。本当に最低なやつです。多分仕事を探すつもりはなくて、時間稼ぎに私の実家を利用したんだと思います。離婚して関係ないから、その後、どうなったかはわかりません。